スズメさんの声だっけ。どっかこの辺にスズメさんがハマってるみたいです。カルガモちゃんっていうのは渡りをしない唯一のカモと言われていますが、生息する場所についてはずっと一年中同じ場所にいる子もいるんですけど、基本的には小さな移動を繰り返します。どの場所でどういう光景が見れるかっていうのは季節によって変動しますし、あんなにいっぱいいたはずなのに全然いないよということも発生します。で、おそらく予測なんですが、これから行く公園のカルガモちゃんは10月11月あたりにお台場海浜公園に集まってた子の一部だと思うんですよ。あくまでも勝手な予想ですけどね。で、今日平日なんでまだ誰もいないと思います、多分。あ、ハクちゃんいますよ、ハクちゃん。ハクちゃんいる。わあ、ああ、これは噴水に白石で、ちょっとこの公園は位置的に逆光になりやすい公園なんで、あ、ハクちゃん、テケ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 、噴水のハクちゃんですよ、これ。これは燃えます。あ、飛んでた。あ、そこそこにいるハクちゃん。あ、てけてけてけ、見ました、これ超速いですよ。ハクちゃん、ハクちゃん、そこ、あ、ツツピー、ツツピーも聞こえますね。めっちゃツツピー言ってますね。あ、飛んでた、飛んでた、飛んでた。どこ行く。あ、こっちか。白石霊ちゃんもうなかなか、あの、人が近づいても全然逃げないこと、逃げちゃうこといるんですよね。便利ルーム、今日はこれで足りると思ったんでこれで行こうと思ったんですけど、今白石霊ちゃん見ちゃったんで長い方のレンズにやっぱり変えました。で、今日はダブル手持ちですね、これで。ダブル手持ち、いけるんだろうか。で、ダブル手持ちするのも大変なんで、DJ ポケットをここに乗せます。はい、というわけで、GH5 のホット収納のところに DJI ポケットマウントして、スマートフォンでモニターしながらというカオスな配列になってます。なんでかというと両方とも手持ちだからです。今日はどうせ誰もいないんでね。ここは今日はカルちゃんはいない。ロードワイヤレス号のウィンドジャマーがいつの間にかなくなってます。ロストしました。ウィンドジャマーなしで、まあ、今日は風そんな吹いてないんでそんなに入らないと思うんですけど、ワイヤレス GO のウィンドジャマーは予備が1個入ってたんで、それは今持ってないですけど、
まあ、家に帰ったらあるんで。わあ、いた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 、いましたよ。じゃあ今これ中途軸ロックになってんで、じゃあフォローモードに変えましょう。フォローモード、中途軸ロックっていうのは中途軸も常に水平に保たれるというモードで、まあ歩き通りするときはそれが安定するんですけど、という中途軸ロックっていうのは下向けても下向かない、上向けても上向かないモードね。こうやって見下ろす場面を撮りたいときはフォローモードにする。フォローモードにすると下向けたら下が撮れると。わあ、マガモいますね。マガモ、マガモ確かにね、お台場にもいたんですよ。わあ、たまんないっすね、これいますね。これ見てください、この岩に乗ってる子とかたまんないですよね。まあ今日は多分その1年前来た時のような伝説の光景が見れるとは思っていないんで、本当1年前来た時の動画マジでおすすめなんで、あの概要欄に、動画説明欄にリンクを貼っておきますんで絶対見てください。カルガモ TV 史上5本の指に入る凄まじい光景です。1年前来た時は今のところにはいなくて、その先にいたんですよ。なんか雪柳咲いてますね。あ、いますね、こっちにも。カルちゃん、カルちゃんおはよう。カルちゃんおはよう。うえーって聞こえましたよ今。ずっと回しっぱなしでやってみましょう。というわけで、あ、今すす走ってますよ。映ってますか？すす走ってますよ。はい、もう一度このアングルから。背景にカルちゃんがいるんで、この辺で、この辺でどう？これ一人で2カメは大変だ、本当に。これはシュールだ。お、前の子がなんか動きそうですね。この子がさっきから首をクイクイやってますね。飛ぶのかな、ね、もしかしたら今日もどんぐり探検見れるかもしれない。ああ、バックしましたよ今。このバックするの面白いですよね。これチビガモちゃんの時からできるんですよ。カルガモちゃんは基本的に
生まれてすぐほぼ大人の行動ができるという、すぐに歩いてすぐに自分で食事をとって自分で泳いで、潜水もできますからね。大人になって大きくなっちゃうと潜水する深さがないんで頭が突き刺さっちゃうんで、でそのうちタケノコ型になるんですけど、もう飛ぶ体勢になってますもん。あれどんぐり行く可能性もあるんで油断できないです。で1年前来た時はいつの間にかこの辺から上陸をして、そしてあそこの橋を行列になって渡っていくという伝説の光景を見ることができたわけですが、この辺でねどんぐり狩りしてたんですよ。なんかでもどんぐりなさそうなんだけど、とりあえずマガモさん寝ときましょう。マガモさん、どの子だっこだっこ言ってんの。クワクワ言ってんのこの子ですよ。もう寝てる子が寝ながらクワクワ言ってますよ。寝ながらグワグワ言ってますよ。飛ぶかな、飛ぶかな、これはカルウィングする、これはカルウィングしそうするんじゃない。この夫婦飛ぶでしょう。岩の上に乗ってるのがメス、下にいるのがオス。ほらカルウィングした、飛ぶよ飛ぶよ。カルちゃんはねこうやって次何やるかっていうのね割と簡単に予想できるんですよ。でもこれ何にもしてないのに飛ぼうとしてるっていうのはどんぐり狩りしに行く気満々なのかもしれないですね。飛ぶ、さあどこ行ったかな、どこ行ったかな。東の方行ってターンしてきて、ああこっち戻ってきて西の方にずっと飛んできましたね。これは想定外。西の方には何があるんだ。西の方にもカルちゃんがいるスポットがあるってことですね。カルガモちゃん、特にアオサギ先輩がよくやるんですけど、まあ普通に飛行機が離陸する時とかもよく見られると思うんですけど、目的の方向と逆方向に飛んでって空中でターンするんですよ。飛行機の離陸とかもよくやりますよね、そういうの。カナちゃんやアオサギ先輩、アオサギ先輩なんかかなり高確率でそれやるんですよね。寝てる。
こうやって撮影してると彼がよくね冷やかしに来るんですよ。どこの公園行ってもこうやってしゃがんで撮影してると冷やかしに来るんですよ彼。どうせ見に来るんだよね。